ホルトー・プランスに残るデサリーヌの壁画ジャン・ジャック、デッサリーヌは、ハイチ独立運動の指導者、独立後最初の統治者。1804年には自ら、ジャック一世として、皇帝の座に就いた。今日もハイチ建国の父として敬愛されている。ハイチ革命において、フランス植民地だったサンドマで、トゥーザン・ルーベルチュールの部下として活躍した。1802年に、 彼が拘束されると反乱軍の新たな指導者として再放棄し、1803年11月18日にベルティエールの戦いでナポレオンの派遣したジャンバティスト・ドロシャンボーの子ドナチアンマリ・ジョゼフ・ドロシャンボー、率いるフランス軍を破り、サンドマ領内から駆逐した。1804年に独立宣言し、国名をサンドマから先住民であるタイの人が付けた名であった、配置に変更した。 ムラートと黒人の将校による議会から総督に選ばれ、さらにナポレオンに習って皇帝として即位した。権力を掌握すると報復として白人を大量に殺した。しかし皇帝になったものの北部のアンリ・クリストフと南部のアレクサンドル・ペションらの勢力に圧迫され1806年に暗殺された。ジャン・ジャックはサンドマの喫下のグランドリビド・ユノールの町の近くの コルミエの村のプランテーションで奴隷として生まれた。両親については伝わっておらず、おばのビクトリア・モントゥニ、トヤと呼ばれ、可愛がられていた。彼女は1805年に亡くなるまでを意図親しく、していた。ジャン・ジャックは30ぐらいまで、農場主のフランス人、アンディ・デュクロに仕えた。その頃までは、便利なように主人のせいで、ジャック・デュクロと呼ばれていた。 そしてデサリーヌという名の自由国人に変われ、生をもらった。主人のデサリーヌは彼に良くした。あと2804年に終身総督に就くと宣言した際に彼は、元主人のデサリーヌを自宅に招き雇った。ジャンジャックは1791年までの3年ほど、主人のデサリーヌに仕えた。1791年にジャンジャック・デサリーヌは、 ジャン・フランソワとジョルジュ・ビアソウの率いる奴隷の反乱に加わった。この反乱はハイチ革命へと続く最初のものであった。デサリーヌはフランソワの部隊の隊員となり、フランソワがスペイン軍に従軍した時もこれに従った。この間に軍事司令官トゥーサンブレだと知り合った。1794年にフランスの国民公会が 奴隷廃止を宣言するとルーベルチュールは転校してフランスのためにスペインやイギリスと戦うようになった。デサリーヌはルーベルチュールに従って1799年には彼の軍の順将に昇格した。デサリーヌはジャクメル、プチゴワーブ、アンサボーの占領など多くの戦闘を指揮し勝利した。1801年には北県で起きたルーベルチュールの老いのモイズ将軍による 反乱を直ちに沈めた。デサリーヌは、捕虜を取らない方針により、評判が良かった。そして家々や都市を焼き払った。ルベルチュールは支配下に置いた、サンドマの市政権をフランスに返さず、憲法を起草して、サンドマの自治を定め自らを終身総督につけた。反動化したフランスは、シャルル・ルクレール率いる軍を派遣し再支配を目指した。 デサリーヌは進攻したフランス軍をくれたピエロの戦いのなどで破り退けた。その戦闘中の1802年の4月にはデサリーヌと指揮下の1300人は18000人の攻撃陣を相手に小さな砦を守っていた。戦闘開始時にデサリーヌは弾薬庫に松明をかざしフランス軍が突破してきたら爆破すると脅した。守備隊は攻撃陣に 多くの犠牲を出させたが、包囲開始から20日たち守備隊の食料や軍用品がなくなったため、デザリーヌらは部隊のほとんどを維持したまま包囲戦を突破し、カオス山脈へと退却した。ルクレール率いるフランス軍は、アレクサンドル・ペショニア、アンドレ・リゴーらの率いる、ムラート部隊と共同していた。ペショニア、リゴーラは、ムラートの権利を主張して、 ルーベルチュールに反対していたが3年前に彼の軍に敗れていた。デサリーヌはクレタピエロの戦いの後一時的にルーベルチュールから離反し、ルクレール、ペション、リゴーラの側に着いた。6月7日にルーベルチュールが捕らえられるとデサリーヌが革命の指導者となった。1802年10月、デサリーヌとペションはフランスが奴隷制の再建を図っていたことが 明らかになったために、再び転向した。ルクレールの後任のロシャンボーの残忍な戦略も、フランスに対する反乱軍の統一を助けた。デサリーヌらは、大熱病で苦しむフランス軍をベルティエールの戦いなどで打ち破った。1803年11月18日、デサリーヌとペションの率いる黒人及びムラートの部隊は、北部のカップフランセ近くのベルティエールの取にこもる。 ロシャンボーを率いるフランス軍を攻撃した。ロシャンボーとその部隊は翌日降伏した。12月4日にはナポレオンのフランス植民地軍の残存兵のすべてがデサリーヌの軍に降伏し、世界で唯一の成功した黒人反乱が公式に集結した。1803年の11月30日からサンドマ総督の座についていたデサリーヌは1804年1月1日、 イーブで公式に植民地の独立を宣言し、国名をハイチに改め、終身総督となった。1804年9月22日でサリーヌはハイチ帝国皇帝となり、10月6日にカパイシャンでジャック一世として大冠式を行った。1805年5月20日帝国憲法が公布され、ジャック一世を後継者指名権付きの終身皇帝に指名した。 ジャック一世は奴隷制なしで佐藤のプランテーション及び工場を維持するために大変な努力をした。彼は奴隷として生まれフランス人に恨みを抱いていた。彼は権力を握ると数世紀にわたる蛮行への報復と黒人の国であるハイチが再び奴隷制に戻ることへの脅威からすべてのフランス人の処刑を求めた。皇帝はハイチを黒人国家であると宣言し、 白人が資産や土地を所有することを禁じた。この法律は、ハイチの誇りの象徴である。ジャック一世は、歴史家にカペラリスムはグレールと記されたように、プランテーション労働を厳しく推し進めた。彼は、すべての黒人に兵士として、国を守るか、農園や畑で働くかどちらかを求めた。皇帝はまた貿易の規制を信じた。 砂糖とコーヒーの輸出に依存した配置にとってそれは不可欠であった。彼はフランスよりもイギリスや米国との貿易を望んでいた。統治にあたってジャック一世は読み書きができて教育のある人材を商工や経営に求めた。そのような配置を行うと明るい肌のエリートがそのような地位を独占した。銅像ペションやクリストフを含む ジャック一世の政権に不満を持つ者たちが皇帝を倒すために陰謀を始めた。1806年10月17日ジャック一世は反乱鎮圧に向かう途上の首都ポルトープランスの北のポンラルナージュで暗殺された。複数の歴史家はジャック一世は実際にはランテルマン通りのペションの家で国の権力と将来について協議した後に殺されたと主張している。 ポルトー・プランスの北の玄関口には皇帝が殺された場所の記念碑が作られた。複雑な羊のデフィレという女性が皇帝の刻まれた遺体を葬った。数世代のハイチ人にとって悪口の対象であったジャック一世は20世紀になって再評価され名門の経歴及びナショナリズムの象徴として扱われるようになった。ハイチの国家デサリーヌの歌は デサリーヌ指導用ジャック一世を記念している。また、2004年より250グールド紙幣に肖像が使用されている。ありがとうございます。